こんにちは、ポップグランピーです。この動画は東京バイクレジェの納車説明動画となります。東京バイクレジェのご納車前の方、そして、納車後に何かわからなくなったことがあった時に見ていただければなと思っております。それでは納車説明を始めます。まず、ポップグランピーで東京バイクを納車されるお客様にはこんな感じでサコッシュも一緒にお渡ししています。サコッシュの中身から見ていきますね。サコッシュの中身、まずは、東京バイクの使い方という説明書が入っています。こちらは、カラーで分かりやすく書いてあるので、またお家でゆっくり見ていただければなと思っております。で、最後のページにここメモのところに防犯登録のお控えを貼ってあります。で、こちらが保証書となって合わせて購入証明書となります。万が一盗難にあった場合はこの冊子ごと警察の方へ持って行ってください。そしてもう一つ共通で入っているのがこちら、小さなマニキュアのような小瓶が入っているんですけど、これが、タッチアップペイントといって塗料の一部になります。自転車がもし小傷が入ってしまった時に塗るものです。結構分離をしていると思うので、しっかり振って分離を解いていただけたら、中はマニキュアのようになっているので開けて穂先をしっかりこうしごいてちょんちょんと軽く塗ってください。乾かすのに2時間ぐらい時間がかかるので、まあ今乾かせるぞという時に塗ってください。あとは、ライトだったりベルだったり鍵だったり、お客様それぞれで内容が変わってくるので、そちらについてはまたお渡しの際に説明をします。はい、それでは、自転車の説明をしていきます。はい、東京バイクレジェです。ブレーキがここについています。走っている時にブレーキをかけるんですけど、右だけギュッと押すとお尻こっち側が浮いて危ないので、左右か両方一緒にブレーキをかけるようにしてください。そして、ブレーキはこんな風に細いワイヤーで後ろまでつながっています。組み立ての段階で伸びは取っていますが、またこう使っているうちにだんだんとワイヤーが伸びてくることがあります。で、ワイヤーが伸びるとブレーキが緩まって危ないので、伸びを感じた時だったり、あとは半年か1年に1回ぐらいこう定期的にメンテナンスで持ってきてください。はい、そして、サドルの高さは、レジェは六角レンチで調整をするようになります。ここのサドルの下のところに六角レンチを入れて緩めて高さを調節します。六角レンチをお持ちでない方だったり、最初に高さがどのぐらいがいいかなと思われる方たくさんいらっしゃると思うので、また納車の際にスタッフと一緒に高さをバッチリ調整できればなと思っております。こんな感じで緩めたら高さを調節できます。で、好きな高さに合わせてしっかりと締めます。こんな感じです。そして、スタンドが真ん中についています。結構皆さんこの後ろのあるスタンド、後ろについているスタンドに馴染みがある方も多いかなと思うんですが、東京バイクはスタンドが真ん中についています。で、スタイリッシュでとっても素敵なんですけど、自転車を駐輪場などでこう後ろに下げた時にスタンドとこのペダルの部分がこうぶつかってスタンドを上げようと思っても上がらないということがあります。そういう時は後ろの後輪側を持ち上げてペダルを前に回します。後ろを上げてペダルを前に回すとスタンドが上がるようになります。そんな風にしてみてください。はい、そして、タイヤの空気は2、3週間に1回ぐらいこまめに入れてあげてください。こう定期的にタイヤにしっかり空気を入れることが、パンクリスクをこう下げることになるので、こまめにしてください。
またホコリとかもついたりするので、定期的に空拭きをしたり、雨の日はこうしっかり水気を取ってあげてください。傘のようにこうトントントンと水気を落とすだけでも全然違うかなと思います。はい。そしてそんな時にあったらいいかなと思うグッズをちょっと3つ紹介します。まず、駐輪場に屋根がない方とか、ちょっと駐輪場には入れるけど斜めに雨が差してくるという方は、サイクルカバーあるといいかなと思います。店頭にもオンラインショップにもあるので、もし気になる方は見てみてください。はい。そしてこちらが、チューブになります。通勤とかで毎日使われる方で、もしかしたら、気をつけていてもやっぱり途中でパンクをしてしまうということもあります。で、東京バイクのタイヤ、こちらレジのタイヤも26インチで、作ってあるんですけど、ちょっと普通の26インチよりも小ぶりに作っているので、もしかしたら街の自転車屋さんで、すぐに対応してもらえないこともあるかもしれません。そういう時に、自分のタイヤに合う、チューブに合うサイズのチューブを持っていると、自分の自転車のサイズに合うチューブを持っていると、持ち込みですぐに対応していただけるかなと思うので、通勤カバンの中に潜ませておいてもいいかなと思います。で、オンラインショップの方に掲載しているチューブが2種類あります。青色のものと黄色色のものがあるんですが、レジェはこちらの黄色いパッケージの方を選んでいただければなと思います。はい。そして、先ほども紹介した空気継ぎに3週間に1回してくださいねということなんですけど、レジェは普通の、ママチャリだったりと同じ空気継ぎで大丈夫です。こちらもオンラインショップだったり店頭にもありますので、もしお持ちでない方、気になる方は見てみてください。でもお近くの方はお店に寄っていただいて、空気継がれても大丈夫です。はい。では東京バイクレジェの納車説明は以上になります。これから楽しいレジェと素敵な自転車生活を送ってください。ありがとうございました。